演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらローソンのみちぷみっちりプリンを食べたいと思います。あー、これもセブンやファミリーマートで売っていたイタリアンプリン系の固めのプリンなのかな。どんな感じなんだろう。それでは、はい、中身はこんな感じです。おや、ちょっとフィルムが覆いかぶさってる。これは出しにくいな。ああ、はい、なんとか外に出ました。よし、フィルムはくっついてないな。これでフィルムごと食べるなんていう間抜けな話はなしになりました。ではん、やっぱりちょっと弾力のある固めのプリンですね。はい、あー、なんか断面こんな感じになってます。ちょっとベタつくので持っていきません。ではいただきます。プリンの味は君の方がすごいね。だから君が一番好きかもしれない。でも弾力はセブンイレブンやファミリーマートの方が好きかな。やはりセブンイレブンやファミリーマートのイタリアンプリンと同様、弾力のあるねっとり系固めのプリンなんです。それらに比べるとややプリンの風味が強いですね。なのでプリンの風味を楽しみたい方はこちらの方が美味しいかもしれません。弾力のあるチーズケーキのようなプリンということで、プリンの味を楽しみましたので、こちらの点数とさせていただきます。春先に後悔するのや公園を。花粉症とかだときついかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。